見て、あなたのために練習してきたの。どうかしら。ああすごいすごい。おいブラザー、いつからそんな風になっちまったんだよ。これを見て笑ってくれよ。マリオ、ギンタマリオ、キンタマリオ、トリプル、ギンタマリオ。邪魔。クソ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 。こんにちは、シュウです。今回もマリオやっていこうかなと思います。で、これロゼッタに話しかけると多分ピーチのとこに行けんだよね。ついにこの時が来ました。大切な人の待つ銀河の中心へ向かいますか。多分これクッパとピーチのとこに行けんだよね。まだ一回も行ってないからわかんないんだけど、これね、何個か前のパートで行けるようになってたんだよ。なんだけど行ってないダンジョンあったんで、そっち優先してやってたんだよね。なんで今回初めて行く。これもういきなりクッパと戦うのかな。これワンチャン今日でこのギャラクシーシリーズ終わり、ワンチャンあるかな。え、これいきなり、うお、すげえ、それごと行くんだね。あ、それごと行くんだ。なんかマリオ単体でぶっ飛ばしてくれるのかなと思ったけど、そのよくわかんない機械ごと行くんだね。え、どうなんだろう、まだダンジョン続くのかな。あ、すげえ、これクッパの敵戦みたいな。あ、そうだ、あのピーチショーだっけ、あれパート1でね、宇宙に吹っ飛んでったんだよ。あのノックアップストリームみたいな、ワンピースのお城の中は異空間へとつながっています。彼らはそこに急いで。ん、誰だ彼らって誰だ。ちょっと守護と術語をはっきりしてくれ。デイジーじゃなくてロゼッタ。いやー、なるほどね。あ、でもなんか、いや、でもちょっとダンジョンになってるっぽいね。いきなりクッパではない気がする。いや、でも後半って感じすごいするね。いや、私、お、え、まさか最後、あ、最後っぽい。今日でね、このギャラクシーシリーズ終わらせたいんだよね。でも多分終わんないよね。なんでかっていうと、あさってマリオの新作が出るんだよ。で、今日で終わると完璧なタイミングで次につなげんだよね。なんだ、次なんかレーザーあるけど。ママに聞きました。この戦いは僕らのためでなく、マリオさんの思い人を救うための戦いでもあるんですね。ああ、そうなんだ。逆にこっちはもうピーチのことしか考えてなかったけど、君たちのこともあんだ。どうかお気をつけて。そして、お、絶対絶対負けないで。こういうの多いよね、この絶対絶対とかいっぱいいっぱいとか好きなのかな。あの光っている部分に重力が発生します。そこをたどっていってください。 OK です。いいね、こういうヒントありがたいよ。いや、だからね、今日でこれ終わらせたいんだけど、どうなるかな。え、これどうなる、無効貫通する。いや、しそうだね。無効貫通していきます。いや、なんでこのシリーズね、そう、どうするか、ルイージ版もあるって言ってたから、いや、どうするかっていうのをね、今後ちょっとマネージャーと相談していこうかなと思います。まあ、マネージャーいないんだけどねマネージャーいないんだけどね、さもいるかのように言ったけど。でもなんかさ、 YouTube やってる人ってマネージャーいない、なんかかっこいいよね。ちょ、芸能人みたいじゃない。私はマネージャー欲しいな。マネージャー、マネージャー、明日の予定は、明日は一人で実況となっております。サンキューマネージャー。いや、いい、かっこいいよね。いや、私もマネージャー欲しいな。なんか芸能人感がすごくないですか。いいよ。あ、すげえ。お、なんだ、え、でもなんか最高っぽくない、本当に。いや、でも絶対終わんねえんだよな、今日で。そう、ストーリーは終わるかもしんない、これが仮にクッパと戦いだったら。なんだけどストーリー以外も楽しいのあるから。よーし、鉄燃えそうだったな。やばい、おお、当たんないあれ、今絶対当たる。え、右か。あ、でもなんかちょっといいよ、あんまり言わなくて好き。いやー、ごめんね。あ、え、今どっから来たの。よーし、いや、いや、危ねえ危ねえ危ねえ。今どっからってやられたんだ。まあいいや。あ、で、スターピストあります。いいね。で、私もこの成長がすごいね。これは別に溶けていくわけじゃないのかな。なんか時間経つと後ろからなくなるわけじゃなくて。いやー、これ取るか。なんか、いや、いや、やっぱ消えてるな。やっぱ時間でなくなってるっぽいな。いや、私もね、これパート21とかかな、今やるにつれて。あ、これ多分一発で死ぬな、この砂漠の中へと。続けてもいいんだけど、茶番切れがやばいんだよね、茶番のネタ切れ。別にいらないよっていう意見もあると思うんだけど、なんかここまで茶番作ったからね、もうずっと作っていきたいんだけど、茶番切れがやばいんだよな。うんと、いいね。いや、結構好き。なんか綺麗だよね、この見た目的な、なんだっけ、目の保養になんだっけ、わかんないけど。いや、この地面もすごい好き。すごい、なんかラスボスとは思えない、このドス黒い感のなさだよね。うわっ、いや、待って、
これ多分早く行かないとなくなるんだ。え、いや、え、どこ、左かな、今上かなと思ったけど左っぽかったな。はいはいはい、こっちかな、いやこっちだね、なるほど、ちょっと上にずっと行くんだと思ってた。オッケーオッケーオッケー、なるほど、でこれも重力の関係だね、なるほど、オッケー。おお、ギャー、今しゃがんだの上手かったね、やばい、はい、あ、いいね、これこれ結構好き、このギミック。わ、すごいね、もう見た目が楽しそう感がやばくない。でこっから多分キラー出てくるんだろうね、いきます。もう勢いで行っちゃった方がいいんじゃないかな。いやでも本当になんか ストーリー終わり感がすごくないですか。これ毎回結構動画で言うんだけど、裏ボス的なのいいのかな。なんかマリオシリーズって毎回ある気がするけど、これいつ発売だったかな、2006年とかかな、なんで結構古いっちゃ古いよね。そう、これこのゲームすごい古いんだよ。痛い、熱い、よし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 、こいつってキラーって踏んで倒せないんだっけ確か。いや、それはありがたすぎ、それはありがたすぎ。ここで行っちゃう、ここで乗ろう、乗っていいよ。これ追跡ではないんだ、追跡じゃないっぽいね、なんか追跡のキラーとそうじゃないタイプがある。いや、でここゴールしておきたいね。なんか今向かいにスターリングあったな、これ多分やられると最初からでしょ、結構長い。いや、追跡か、視界に入ると追跡なのかな、なんかそうっぽくないですか、視界に入ると追跡で。いや、でこれもう行っちゃいたい、行け、よし、でもスターリング入ろう入ろう入ろう、よし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 、いたいた、みんな見た今クッパ、いや本当にラストっぽい。お、ジュニアじゃん、ジュニア、わはは、どこ見てんの、ピーチ姫はこっちだよ。お、本当だ、いた、全然今視界に入んなかった。マリオー、どっちとも戦うのかな、ガー、あれ言わなかったちょっと先読み見聞色を出しすぎてしまった、絶対ガーハハハって言うと思ったんだけどな。なんだこれ、足場が多分なくなるタイプだね、あの綺麗なの先に取ってきたい、これ多分なくなるでしょ、足場早く行かない、オッケー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 、やべえ、ただどこに降ってくるか分かんない、もう いやそれ綺麗なのいいか、捨てよ。さあ来ました、いや本当にラストなんだね、普通にダンジョン何個か挟んでクッパだと思ってたんだけど、時は満ちた、我が輩の新しい宇宙の核となる大妖精の仕上げにかかるのだ、これを見るがよい。どれあのでっかい太陽みたいの、この星は中心に我が輩はピーチと共に1万年の大銀河帝国を築いたんだ、そして我が輩の帝国はビッグバンのように全宇宙に広がっていくんだ、だからマリオよ。お、すごい、 なかなかねこう名前で言われないんだよね、ちょっと照れるな。マリオよ、その前にお前はこの場で消えなればならん、わかるな、いいでしょう、ラストだね、ラスト。え、あ、なるほどね、戦い方は割と一緒だと思う、尻尾かな、今までどうやってたっけ、なんか、あ、そうだ、今までこいつがヒップドロップして、かわいいこれはギャップ萌えだ、どうすればいいんだ、回転でいける、やってみる、あ、いける、お、いけてないね、いけてないわ、どうすればいいんだ、一回ちょっと考えます、クッパの顔に回転かな、ちょっとクッパの顔に回転してみようか、クッパの顔に行きます、あ、合ってるっぽい合ってるっぽい、クッパの顔だね、さっき顔知らなかったからダメなんだ、オッケー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 、とりあえずまず3回だね、3回やると第二形態っぽいのが来るはず、ただ地面にマグマないのいいね、これマグマあると結構難しいんで、オッケー、いやー、でも難しいね、非常に難しい、はい、よしよし、あ、まだあるのか、くっそむずい、はい、いいよいいよいいよ、めちゃお、うわ、コイン取っとけばよかったな、取っとこうか、取っとこう、そうだね、今コイン温存してたんだよ、でここは何すればいいんだ、お、すげえ、このクッパの携帯めっちゃ好き、なんか好きなしみたいな感じだね、これは多分回転じゃ無理だよね絶対、あ、これか、なるほど、分かった、多分これをこうやってぶつけんだな、多分そうだと思う、痛いやばいやばいやばい、こっちかな、こっち、はい、いやー、むずい、めちゃめちゃ難しい、これ当てんの、よし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 、さっきより難易度上がってるな、いよいよいよ、さっき2回だったよね、なんでこれもおそらく2回なんじゃないかなと思ってる、いや早いな早いな、これ当て、あ、でもやーばいやでか、早っ早っ早っ、これ当てれる私、これ結構下手なんだよね、い
や、しかも時間も短い。全然チャンスない。いや、いい目。今ちょっと疑惑の判定だったけどいけたね。なんか当たった。よし、であと一回来るね。ここ仕留めておきたい。いいよ、多分第3ラウンドだね。第3ラウンドここで終わりなんじゃねえかな。いや、スケールがすごいね。今までさ、地球か分かんないけど、あ、これ今までのやつじゃん。地上でただ戦ってたのに宇宙って規模がすごいな。いや、違うな。あれ、ヒップドロップしてこない。いや、これは今避けるタイムなのかな。いや、ここか。なるほどね。オッケー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 、掴んだ。あれが終わるタイミングで、あ、でももうすごい、なんか、あ、来てる来てる、オッケー、いいね。これでケツもいるんだよ、確か今まで通りだと。で、尻尾にクルリンだったね、確か。先読みします。え、よしよしよし。でも今のところ難しくないね。あれ、ジュニアと戦わないのかな、私。お、なんだ、おほほ、なんだ、スマブラのアピールみたいな、そんな感じね、今。避けやすいしね。とりあえず困ったらこの青いとこにいます。青いとこにいる。いや、多いな。青いとこにいるとクッパ、やばい、くそ。いや、危ねえ。うまいね、クッパ、うまいね。絶対こいつスマブラうまいタイプだ。で、来い来い、いいよ。え、あー、ケツ持っちゃったか、まあしょうがない。で、ここで回転します。こっちだね。これ多分結構早くいかないと熱冷めるでしょ。よし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 。で、これは多分3回なんじゃないかな。これで終わりじゃない気がする。くそ、早い。よしよしよし。え、お、おほほ、操作しないのに身勝手のパンチ。え、え、クッパこれ死なない？いや、死んだ死んだ。クッパの丸焼きじゃん。え、なんかちょっと悲しくない？なんかストーリー上グロく、いや、なるほど。あれなんかさ、 DS のマリオの敵クッパマグマから出てくる演出なかったですか？それ来んのかなって思ったけど、え、終わり？なんか前回のボスの方が強かったな。あの、前回のね、動画のリンク概要欄にはめんどくさいんで貼っとかないんですけど、前回の方が強かった気がする。え、これもうエンディングなのかな。すごい、あっけないけど、これでストーリークリア。あ、キャッチした。もうちょっと千と千尋リスペクトしてたね。千と千尋も最後なんだっけ、あの、琥珀川だっけ、琥珀川とあの主人公の人がああやってくるくるになって川に落ちんじゃなかったっけ。なんかそんな感じがあった。ごめんなさい、ちょっと今携帯見てて全然出てなかった。あ、なんかこれクッパやばいじゃん。これ助けてあげるパターンじゃない？どうなんだ。いや、なんだかんだ言ってクッパとマリオ仲いいもんね。ジャイアンとのび太みたいな関係だもんね。え、これジャイアン助けんのかな。我が輩の銀河が、宇宙がしぼんでいく。いやいやいや、クッパ死んだ。え、ブラックホール、いや、なるほどね。さすがにまだ終わんないよね。こっからブラックホールに多分飲み込まれて何かしらあるんじゃないかな。いや、でもこれもう無理じゃね、もうゲームオーバーじゃね。これこっから生き残る方法なんてないんじゃない。これもうゲームオーバーでしょ。あ、チコだ。なんかこの、あ、これ手袋にいたチコか。ん、なんだ、なんだ、お、すげえ、チコたちがみんな来てる。あれ、中和的な感じ。ブラックホールとホワイトホールで、あれ、なんだっけ、サウザントサニー号みたいな、なんかバーンって飛んでくのかなと思ったけど、そういうわけじゃないんだね。え、なんだ、
なんだこの DNA みたいな、なんとかデオキシリボ格差みたいな、なんだこれ。いや、やっぱ中和されんだね、アルカリ性と酸性みたいな。ロゼッタでかっ、さすが重量級。なんかロゼッタ重量級らしいね、なんかマリオカートとかだと。だから結構デブなんだろうね。星の赤ちゃんが生まれたわ。この子たちはいずれ新しい銀河になるでしょう。星は命があると砕け散る星屑になる。それが集まってまた星に命は繰り返します。けれど一つとして同じ繰り返しはありません。これ一番最初のとこじゃない？そうだよね、この冒険ってずっと宇宙に行ってたんだもんね。なんだけど地上に帰ってきた感じかな。そういえば地上で一回もうパート1でちょっとだけやったか。もうずっと宇宙にいたんだもんね。ちょっとこの後の今後の予定言っていいですか？これストーリー終わるじゃないですか多分。で終わって、で明後日新作なんだよね、マリオの。明後日の新作を先にやって、でこの多分裏ストーリーっていうのがあると思うんだよ多分ね、わかんないけど。それを明後日の新作多分3ヶ月ぐらいで終わるのかな、やった後にやろうかなっていう一つのあんね、確定じゃないんだけど、があるんだけど、ちょっとそこはねマネージャー、いやもういいやこのくだり、ちょっと考えながら、なんかねこうしろっていう意見あったらねコメントくれると参考にさせていただく可能性があるのでお願いします。いやクッパよく生きてたねあんな大爆発に巻き込まれて星屑の記憶が引き継がれています。そしてそれはあなたたちにも。ああ。Welcome! Welcome New Galaxy! Welcome New Galaxy かな、多分おそらくそう言った。お、なんだこれ最初の画面かな。いやあれか、エンディングか。いや終わったねギャラクシー。いや正直めっちゃ面白かったわ。まあ強いて不満あるとすれば2つかな。1つは酔うまあこれは私が悪いんだけどね、ちょっと酔うね。でもう1つはちょっとラスト、クッパ戦がねちょっと弱すぎたっていうのがある。前回のパートのボスの方が正直強かった。ただすげえ面白かった、普通に面白くて楽しかったな。でこれ多分やり込み要素もまだあるんだろうね。なんかよく動画でパープルギャラクシーって言われて、パープルギャラクシー1回だけ出てきたんだよこのストーリー上で。ただ逆に言うと1回しか出てなくて、多分今後ダンジョンとしてね裏ステージっていうかまだあると思うんだよ。そこもねやりたいし、ザ・エンド。Thank you so much for playing my game. お、ちょっと煽られたなんかマリオに煽られた。絵本の新しいでしょ、絵本って。うわ、いたずらコメットパープルってなんだろう。ちょそこだけ言ってみようか。お、なんだ始まった。おかえりなさい、きっと帰ってくれると思っていました。あ、そういえばお前どこに行ってたんだよロゼッタ。ロゼッタ見てたのかな。足元をご覧ください。ん、36？ その数字は別世界行くために必要なスターの力を表しています。別世界、それはあなたではない、あなたに出会える世界です。何言ってんだこいつ何言ってんだ。うわ結構集めたと思ったけど、であれなんだよパープルなんとかって言ってなかった？え、それがこれのことなのかな。なんかパープルなんとかってあったよね。いや結構私集めたつもりでいたんだけど、まだ足りないのか。よし、じゃあね今回これで終わります。次回やるかはまだ決めてない。新作やるかこの続きやるか、まあ、続きはいずれやると思うんだけど、新作やった後もう一回これに帰ってくるってパターンも正直あるかもしれない。正直まだわかんないっす。バイバイ。